はい、今日は山形県庄内地方の厚木町で織られている品織の帯を紹介してみたいと思います。本日紹介している商品は角帯ですが、一般的に品織というのは、シナの木、樹木の木肌を剥いで、その木肌を糸にして織っていく織物です。他に有名な、植物を糸にするというもので言うと、沖縄の芭蕉、植物繊維を糸にして織る芭蕉布というものが非常に有名ですが、こちら道の区ではシナの木を糸状にして織るシナ織が有名です。山形の厚見町と新潟県でも一部、作られていたところがあるそうですが、今産地としてしっかり残っているのは沖縄の芭蕉布と山形県厚見町のシナ織になってしまいました。両者とも特徴的なのはシルクの糸じゃなくて植物繊維を糸に仕上げるということが特徴です。実際にシルクから糸を取ることもまあ大変なんですが、その労力を1とすると、植物、芭蕉もしくはシナの木を糸にすることの労力というのは、およそ10倍ぐらい手間と暇を要します。なので芭蕉布並びに品織の帯については全工程のうち糸を作るまでの段階で 70% から 80% くらいの労力を必要とすると思います。世界三大織物ということでいうと大島紬がありますが、大島も糸にするまでがめちゃめちゃ大変なんですよね。糸を作るまで、糸を作って織り上げるという作業も大変ですけど、糸を作るまでどうだろう、僕は個人的に3分の2ぐらいの労力を要しているんじゃないかなと思います。で、大島の糸を作ることも非常に、かすり糸を作ることも大変ですが、この天然繊維を糸に仕立て上げるという作業もそれ同等もしくはそれ以上くらいに大変です。質感はですね、やはりその木の肌を糸にして織物にしてますから、実際ちょっと近くで匂い嗅いでみると木の匂いがします。これ時間が経っていくと少しずつ薄れていくんですが、なくならないですね。本日紹介しているのは角帯になりますが、他にも名古屋帯ですとか、あとはタペストリー、また産地とかですね、物販店に行くとコースターとか小物も売ってるようです。なかなかですね、目にする手に取ることがない素材ですので、ぜひお見受けした際には手に取ってお感じいただければと思います。はい、今日は山形県の厚見町で作られている品織の角帯を紹介してみました。